津波で孤立したところを東京消防庁のヘリで救助された宮城県気仙沼市の人たちが感謝の気持ちを伝えるため都庁を訪れました。救助のきっかけはツイッターでした。ヘリコプターが音聞こえた時に助けに来てくれるといいねみたいな悠長なことを話してまして、あの時はもう本当にみんなで泣いて本当に喜んで、本当に素晴らしいドラマだったですね。これはね、絶対ね、映画になりますよ。津波に襲われた福祉施設や保育所では乳児から90代までの446人が公民館に避難しましたが、その後移動できずに孤立しました。福祉施設の園長からのメールで状況を知ったロンドンに住む息子らがツイッターで救助を訴えました。この情報を受けて都の猪瀬副知事が消防にヘリコプターの出動を要請し、翌日全員が無事助け出されたということです。